お兄ちゃん、今日もお疲れ様でした。あ、カバンお持ちするのです。今日はどうなさいますか？お風呂にしますか？お食事にしますか？はい、水もか！一番大事なことを忘れていたのです。ご本、それとも、わ、た、し、地蔵か！私は子犬じゃないです。時にはドーベルマンのようになるです。子犬にも牙は生えているです。って、犬を認めてしまっています。子犬の次は猫扱いですか？しゃー、ふー。お兄ちゃんを敵と認識しました。お兄ちゃんはまさきちゃんのウェイトレス姿を見たことがありますか？絶対に、間違いなく、確実に、まさきちゃんと胸を比較されるのですよ。同じ服を着てたら、まさきちゃんの、あのすんごい胸と、プルンプルンのおっぱいと、この憤りを何かにぶつけないと気が済まないのです。お兄ちゃんは、私の貧乳をバカにしているのですか？貧乳って言わないでください！落ち着きましょう、お兄ちゃん。落ち着いてます。冷静に自虐的になっているのです。まさきちゃんの巨乳の方が怖いです。お兄ちゃんの目はそっちに釘付けになります。お兄ちゃん、特殊な趣味の持ち主だったのですか？はあ、おかげで少し落ち着きました。怒らないから言ってごらん。なのです。いや、もちろん私は嫉妬なんてしません。ああ、しないですとも。